もう子どもの頃から毎日のように遊んでた場所なので、もう自分の庭みたいな場所ですごい撮影できて、なんか不思議な気持ちでしたね。なんか川越はずっと変わらず、もう昔のまんまでずっと変わらないままだったので、そこで撮影してなんか子どもの頃の記憶が蘇って、すごい子どもに戻った感覚ですごい撮影ができて、もうとにかく楽しくて自然な笑顔がすごいいっぱい撮れて、まあ、沖縄でもすごいいろんな、まあ、海入ったりとかで、砂浜でこの表紙のヒブラ、人生初のヒブラ、まだ誰もやったことがないであろうこの撮影ができて、もうすごいなんだろう、気温的にも暑かったんですけど、自分の気持ち的にも熱い気持ちで撮影に挑めましたね。じゃあ、ちょっとお話に出たヒブラについてもうちょっと聞こうかなと思いますが、はい、それもちろんあれですよね、生の火ですよね、CG とかじゃなくて。はい、もう本物の火を起こして、もう撮影かなり大変でしたね。もう本当に微調整、もう火が高すぎてもう顔が隠れちゃうし、まあ、ちょっと右左ずれたとしてももう見えちゃうので、もうめちゃくちゃ微調整がすごい大変で、もうその日沖縄着いて初日に撮影して一番暑い猛暑日だったんで、もう37度超えてたんですけど、体感もう50度ぐらいな感じで顔真っ赤になりましたね、撮影終わった後は。そうですね、もう本当に目の前にもう炎があったんで、もうとにかく暑かったです。もうなんか本当撮影も本当にもう時間勝負みたいなところもあって、もう短期間 でカメラマンさんもこうシャッター合わせる、まあ、スピードだったり、その火加減の調整もあったりしてでもスタッフさんとももう全て息が合った瞬間のもう1枚でした。その時の撮影もすごい時間勝負で、これなんかちょっとカメラに、ビデオカメラに向けながら、あ、ビデオカメラ、はい、この時の撮影もすごい時間勝負で、でこのスタジオ内で撮影したんですけど、その床の状況もあって、その撮影するシャッターを押すタイミングで、こう後ろからこう水をかけるタイミングも合わせてなので、もう本当にこれもスタッフさんとカメラマンさんで私もみんな息が合った瞬間の一枚で、結構寒かったね寒さにも耐えながら、ね、顔はビシッと決めて、すごい大変な撮影でしたね。そうですね、今回イグニスはラテン語で炎っていう意味なんですけど、私の名前の通り火の将軍なのですごい火っていうテーマをつけたくて、でなおかつその、まあ、表紙、まあ、炎をイメージして、で私は昔からなんかこうみんながやってるようなことをちょっとやりたくないなっていうのがあって、こうなんだろう、もうすでにこう結果を残しているものというよりか、まだ誰もやってないことをやって結果を残したいなと思ったので、もうヒブラはもう誰もやってないのでそのヒブラをちょっと今回挑戦してやってみて、で今回このテーマはすごい今までの写真と違って、すごい自分の自然な表情だったりをすごい写真に収めていただいて、でちょっと裏テーマがありまして、私の夢はスーパースターになりたいっていう夢があって、でそれにちなんでこうみんなが誰もが知ってるような人物、歴史上の人物だったり名画の、まあ、人だったりをちょっとオマージュした感じの、まあ、写真も入ってたりして、こうセクシーだけじゃなくて、こう可愛かったりこう面白いのを含めて、こう他にはないものを作りたいなと思って、でかなり今回はもう他にはない写真集になったんじゃないかなと思います。
そうですね、もう素直にあそれめちゃくちゃいいってなりましたね。もう本当に私の名前もすごいインパクトがあるので、とにかく表紙でこうインパクトをつけたいなと思ったので、もう日村はもうめちゃくちゃ私に合ってる、私らしいなって思いました。30分ぐらいですね。そうですね、もう本当に火加減の挑戦火加減の挑戦だったり、あとは何だろうな、結構この体勢もすごいきつくて、まあ、30分この体勢 でなおかつずっと決め顔でこう涼しい顔を決めてで、そうですね、もう本当にスタッフさんもすごい大変だったと思いますね。もうかなりの力作になったんじゃないかなと思います。